ボリス・ゴドゥノフ、ボリス・ヒョードロビチ・ゴドゥノフ、1551年、頃から1605年4月23日、ユリウス歴4月13日は、ロシア・ツァーリ国のツァーリ、在位、1598年から1605年。ボリスは、コストロマ地方の下級貴族の出身で、先祖は14世紀に、モスクワ大公国に侵入したタタールと言われる。ボリスは若い頃に、 オプリーチに期待に所属し、1570年あるいは1571年に、イヴァン4世の長身マリュータスクラートフの娘マリアと結婚したことにより、牽制を得る道を開いた。ボリスは、有能な古文官としてイヴァン4世の信任厚く、1580年には大貴族に助せられた上、妹のイリナが巫女、ヒョードルの人なる栄誉に恵まれた。 1584年にイヴァン4世が死に、義弟ヒョードルが、ヒョードル1世として即位すると、その摂政団の一員となる。さらに1588年までに大貴族のや、バシーリー・シュイスキーなどのライバルを一掃し、以後は単独で、国政を指導することとなった。1591年、ヒョードル1世のイボテイ・ドミトリーが、謎の死を遂げると、ポリスは、 バシーリー・シュイスキーにその死因調査を命じた。バシーリー・シュイスキーは、ドミトリーがナイフを持って遊んでいた時に、転換の発作を起こし、自分の持っていたナイフで喉を傷つけてしまった、と、事故死として判断した。しかし、ドミトリーは、子供のいなかった兄ヒョードル一世の事実上の後継者であったことから、人々の間では、サーリの座を狙うボリスの仕業だという噂が、 まことしやかに語られ、これ以降彼の人生に重くのしかかることとなった。ただ、ボリスが関与したという話は、確固とした証拠がなかったため、この時点では彼に、さほど影響を与えなかった。外交面では、イングランドと友好を強め、1590年からのに、勝利して、フィンランド湾沿岸部を回復した。西シベリアへの進出も成功を収め、イエルマークの率いる。 コサック傭兵軍団は、1598年には、シビルハン国を滅ぼして、モスクワ国家の半島を広げた。また、1589年に、モスクワ総主教座が置かれ、政教会内でのモスクワの地位を高めた。しかし当時のモスクワ国家は甚大な経済的、社会的危機を迎えていた。基金と税のため逃亡農民が激増し、労働力不足と税収の落ち込みで、 国家、社会は停滞しつつあった。ボリスは、農民の移動制限などで対処したが、効果は出なかった。南部や東部へ大量に逃亡、移住した農民やコサックを、国家はうまく管理できなかった。1598年1月、男子の代表ドル一世が報じて、竜理ク長が耐えると、摂政で議系のボリスが、全国会議で、ツアーリに選出された。また、 ボリスが貴族会議による権限制約を拒むと、流陸の流れを組まないボリスは定位を受ける出自でない、と貴族から反発が上がった。そのため、ボリスは、ヒョードルロマノフラをもだった、有力貴族を失脚させ、反対派を力で抑え込んだ。おまけに、ボリスの知性には、災害が頻発し、凶作野期が、薬病は、各地で猛威を振るうなど不運だった。 ボリスは対策を立てたものの、農民や逃亡奴隷は暴動を起こし、国内は機能停止状態に追い込まれ、政府の対応策は全く意味をなさなかった、動乱時代。1604年、死亡したはずの巫女、ドミトリーを名乗る若者が現れ、ポーランド人やコサック、不満分子を従えて反乱を起こした。ボリスはこれを、偽ドミトリーと呼んだが、この偽ドミトリーは、 国内の多くの人々に本物の巫女と信じられ、反体制派は彼を主君と仰いが、自称ドミトリーへの指示が全国に広がる中、すでに体調が悪化していたボリスは1605年4月に急死し、息子のヒョードルがヒョードル2世としてツァーリに即位した。ボリス・ゴドゥノフは黒髪で長身と端正な要望の持ち主で、再疑心が強い性格だったらしい。 また、ボリスは西洋の文化に浸水しており、娘クセニアや息子ヒョードルには西洋思考の高度な教育を受けさせ、イギリス貴族を子供たちの結婚相手にしようと考えていた時期もあった。そのため、19世紀初めの歴史家、ニコライ・カラムジンからは、オリバー・クロムウェルのような性質の持ち主と評されている。その生涯を扱った作品としては、 アレクサンドル・プーシキンの刺激、ボリス・ゴドゥノフと、それに着想を得たモデスト・ムソルグスキーは、同盟の歌劇、ボリス・ゴドゥノフを作っており、これが現在では、代表的である。ボリス・ゴドゥノフが、ヒョードル一世の弟、ドミトリーを暗殺したという説は、ドミトリーの死後すぐに、人々の間で噂され、オペラの題材にされるなど300年以上にわたり、信じられてきた。しかし、 そのようなことをすれば、ヒョードル一世の殺傷をしていた、彼に疑いの目が向くのは必死であり、頭の良かった、彼がわざわざそのようなことをするのか、というのが最近のロシア歴史家の見解であり、この暗殺説はあまり信じられなくなってきている。となると、バシーリー・シュイスキーの当初の見解通り、ドミトリーはナイフを持って遊んでいた時に転換の発作を起こし、 自分の持っていたナイフで喉を傷つけてしまったと、うじこ説と考えるのが妥当であり、この説が近年有力となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。